初めて人と喋ったかも、今日。さあ、皆さん、元気そうでよかったです。先週は、急にお休みしてしまいまして、すいません。今日からまた、平和に、やりますので。あ、今なんでふと見せたんだろう。なんか、先週ぐらいに、最近お友達が、ネイルの資格を、取りそうってか、何？多分取れちゃうんだけど、ネイルの資格今受験してて、もう最終段階まで来てて、多分もう受かっちゃう子なんですけど、なんかその子にネイルをやってもらってるの、お友達。見て可愛くない？これさっきツイッターにあげたらさ、この間さ、男の人はなんかあんまり良さが分かってなかったみたい。女の子はすごい反応してくれたけど、フレンチネイルっていうのかな？キラキラで。でも私一つ気づいたことがあった。これはうすうす私自分でも気づいてたことなんですけど、私ね、爪伸びるの早いかもしれない。みんな大体爪ってさ、どのぐらいのスピードで伸びる？私多分世界一早いかもしれない、爪伸びるの。みんな大体どのぐらいでさ、爪切ってから伸びる？爪って。私ね、この間ツイッターに、やったういういしい写真をアップしたの。やった直後に。それがね、いつだっけな、6月の28とか30とかなんだよね。ツイッターにアップしたのが。でね、なんかネイルって、まあ、ここ際までやんのよ。際までさ、やるんだけど、そっから伸びちゃったら、こうやってちょっとわかるかな？見えるかな？ちょっとなんか溝ができちゃうの。伸びてるから。私その6月30とか6月29とか28に多分ツイッターにアップしてるんですけど、それやってもらってから今、まあ1週間、まあ2週間弱か。めちゃくちゃ早くないですか？そんなもんなのかな？みんなの基準を知らないから、その爪が伸びるスピードの速さっていうのを知らないからなんだけど、私は個人的に自分ですごい速いなって感じます。それは取れるんですか？無理に取ったら爪が傷つきます。私結構無理に取っちゃうタイプです。松江子とかも無理に取っちゃうタイプです。夏は伸びが速いんだって。汗かくから？へえ、らしいよ。最近休みすぎてすごく元気。配信しろよって話ですよね。すいません。さあ、ギフト、ターポーさん、セセリーさん、アカシのポチさん、花地さん、クマさんを鈴代さん、そして花地さんから、レインボー、そしてソフィラさん、元気さん、アポリナリアとピートのファンさん、ターボーさん、アカシのプチさん、ジェイユスヨムさん、ジュリーさん、ミンミンハウスさん、ロンゲさんからギフトいただいてます。ありがとうございます。さあ、ギフト、ナベさんから追加で。さあ、ずいぶん2週間ぐらい配信しない間にいろんなことが世間では起きておりますが、皆さんいかがお過ごしですか？なんかね、すごいいろんな事件があってすごいびっくりしちゃうけど、恐ろしい時代ですよね、日本も。悲しい。さあ、というわけで今日月曜日10時からはみんなからいただいたお便りを読んでいくコーナーになってるんですけど、先週お休みしていたので、また新しいお便りの方。はい。じゃあ、ロンゲさんからいただいてます。ありがとうございます。リトファンお疲れ様でした。あ、リトルファンダンゴっていう舞台をね、やっておりました。ほんと先週ぐらいまでかな。先週か。一週間前ぐらいまで。はい。大阪公演は配信で見ましたが、めちゃくちゃ増えたアドリブにキッカさんもたくさん参加されていて本当面白かったです。もちろん本編でもアポリナリアとヘンリーの母親の二役お疲れ様でした。ダンサーとしてプロダンサーを引き連れて踊る姿もかっこよかったし、演技で感情を伝えなきゃいけない難しい役でもしっかり心の中が伝わってきて物語を締めてくれました。
あれだけアドリブに参加したことや本当に重要な役を演じた切ったことは、キッカ自身とてもいい経験になったのではないでしょうか。ファンとしてもキッカ女優としての可能性をたくさん感じて、すごく楽しい舞台です。またディスグリーンに挑戦できるといいですね、ということでありがとうございます。本当先週8月の1、2、3日に、終わりました。結構当初は舞台って始まる前に、今までね参加してきた作品は稽古が始まる前に台本が最終話まで来てからの稽古参加だったんですけど、今回は稽古の開始もすごく遅くて、今まで自分が経験した中でね、で結構焦ってて、で最終、本当最終のラストシーンぐらいもうギリギリ上がってきて、でそういうチームなんですけど、みんななんかいつもギリギリでやってるとからしいんですけど、なんかそれが初めてすぎて結構焦ってたんですけど、なんとかね1ヶ月半ぐらいですかね、約、稽古、まあそんなに稽古してないですけど、無事なんとか終えることができました。配信もまだ見れるのかな、どうだろう。どうだろうね。最終稿がね、遅いっていうか、そう、それ今までとは違かったっていう、その今までやった舞台の方はその全部結末まで見えての稽古参加だったからね、それ焦るよね、なんかね。でもね、ディスグーニーというチームに参加してる皆さんは結構それが当たり前みたいな感じなんで、結構この活動して何十年やってますけど、すごく焦りましたっていう感じ。あ、配信は昨日までだったんだって、見れるのが。あららら。ら、あ、配信終わっちゃっただって。あららら。ら、なるほど。でも DVD があるので、ぜひ見てください。リトファンを通して、たくさんキッカちゃんのお芝居見れてよかったです。ありがとうございます。これはレオのファンかな？あら、かわいい、待ち受け。ね、今回ね結構アドリブとかも多いチームだったので、私の相手役で2作品連続のレオはね、すごかったですね。今解放されてすっきりしてます。 DVD 買おうかなって、え、買ってっていうのもおかしいけど、え、ぜひ見てみてください。あ、ゲットしますだって、ありがとうございます。あ、DVD 予約しました。千秋楽アドリブ多かったねって。そうだね。すごく多かったんです。ぜひ、番になってるので、廃番？廃番っていうか何？番に、廃番っていうのかな？なんていうの？番？ DVD になってるので、ぜひ、発売されたら見ていただけたらなと思います。お、DVD ポチったようだって。ありがとうございます。メイキングとかも、結構内容濃く、まだ見れてないんですけど、内容濃く収録されてるんじゃないかな。うん。ぜひぜひよろしくお願いします。さあ、続いて。ドラとヘビドシさん、こんばんは。昨日は参議院選挙を見ていて、投票した政党の結果を見ていて疲れました。疲れましただって、次回も投票に必ず行きたいです。なんかツイートのトレンドでみんななんか投票行ったら外食するんだっていうね、つんくさんのあの歌詞のことをずっとつぶやいてトレンドになってましたけども、びっくりした。N 党でしたっけ、 N 党のガーシーさん当選されたんですよね。すごいね、影響力はやっぱり凄まじいですね。やっぱりすごいな。ねえ、結構選挙も変わってくんじゃないかな。ねえ、すごいよね。さあ、初見なおさん、高木さん、ありがとうございます。さあ、続いてロンゲさんから、
キッカこんばんは。もう2週目ですが、7月の占いですということで、ありがとうございます。八白土星の吉日7月はいろんなことから心から楽しめる月です。そう、この方いつも月が変わるごとに占いをさ、占い嫌いじゃないから好きだからさ、どっちかって言ったで、送ってくれるんですけども、今月の占い、まあ2週目だけどね、自分が心から楽しんで相手を楽しませることで自分もみんなも幸せになれる月ですので、思いっきり夏を満喫しましょう。今月の開運法は、周囲に笑いや喜びを分け与えること、とにかく楽しく過ごしてください。健康面は気管支に注意、ほこりっぽい場所を避けましょう。今月の仕事運はプライベートが盛り上がりすぎて仕事への意欲が半減しそうです。集中力を欠いてミスが生まれやすいので、これまでの頑張りを無駄にしないように気を引き締めて取り組みましょう。今月の金運はボーナスや臨時収入が期待できた好調です。レジャーの費用を優先して他で節約しましょう。今月のラッキーカラーは北、ラッキーホイは北、ラッキーカラーは赤、ラッキーアイテムはパジャマ、表札、ラッキーフードはエスニック料理、ラッキーフラワーは赤いサルビア、ダリア。以上、今月の占いでしたということで。やった。占いみんな好き？私好きよ。だから今月は私は夏を満喫して遊びまくるってことでしょ。この間ね、キャンプ行きました。舞台終わってすぐに。で、キャンプ行ったんだけどさ、この時期のキャンプって虫がすごい多いじゃないですか。で、アブとかダニに刺されたわけじゃないんだけど、今もね、こうやって残ってるんですけど、キャンプから帰ってきて、次の日ぐらいに、全身がすっごい痒くなったんですよ。で、いろんなところずーっと書いてたら、多分なんかに刺されたの。多分、アリンコなんだけど、アリって刺すよね。私ね、痒かったらすぐ我慢しないで書いちゃうタイプだから、いつも足とか腕が傷だらけなんだけど、虫よけ塗ってないよ、そんなの。ここわかるかな？このさ、このね、なんか、チュッて刺されたのよ。アリって噛んだらさ、かゆい？アブかな？危ないね。ほんと危ない、それ。だからなんか全身汚いです、今。傷だらけで。外来種のアリは刺してくるらしい。あ、そう、大きいアリもいました。あんま東京都内では見たことないアリが、大きさのアリが、で平気でなんか人間を怖がらないアリが、普通にうろうろいました。あ、刺すんじゃなくて噛むんだって。痛み感じる？私あんまり痛み感じなかったけど。やだ、なんかまだいるのかな、アリとか体に。やだ。でもすごいね。全身痒かったです。ここ2、3、4日前ぐらいとか。ね、でもそういう時期ですからね。皆さんも気をつけてください。蚊とかが多いから。でも、この占いによると私は、たくさん自分が心から楽しんで相手を楽しませることで自分もみんなも幸せになれる月ですって書いてあります。今月ね、茨城でフェスがあるんです。ラッキーフェスって。行くの。友達と。すっごく楽しむ。皆さんフェスとか行きました？今年。アイドルフェスとかはね、結構ありますけど、私、今までそんなフェスとかに参加したことって、なかったんです。自分のその、夏のね、なんかアイドルがやるフェスとかには、なんか出させていただいたことはあるけど、演者としてね。でもなんか他のアーティストさん、ロックとかバンド系とかのなんかフェスとかに参加したことがそんなになくて。出るんじゃないです。見る方です。はい。すっごく豪華な演者ですよ。出演してほしかった。ね、お願いしてきます。ちょっと行った際に。すっごく楽しみ。なんかみんなが、工程表みたいなのかな？そのさ、フェスとかって何百組も出るじゃん。でもさ、それでさ、
何時にこの場所行って次は何時にここの場所見てってさ、なんかある程度行きたい場所の流れをさ、こうやって羅列にするじゃないですか。なんかそれが今まだできてないんですけど、見たいアーティストさんとか結構何人かいるんですけど、それをやるのが楽しみです。あ、そう、タイムテーブルね、楽しみ。来年出れるように頑張ります。何らかしらの形でお願いします。上の方に。暑いよね、わかるよ。でもフェスって参加することないかも。だって、前にイエローモンキーの福岡ドーム公演見たぜ。だってね、楽しみ。広いからステージの移動が大変そう。そう、茨城県のいつもロッキングやってる会場なんですよね。ひたちなか海浜公園っていうネモフィラとかさ、お花とかですっごい有名なところ、茨城のだだっ広い公園みたいな。私も一回ネモフィラで見に行きましたね。広いんだって。なんかローラースケートとかで移動しようかな。なんか歩いてたら汗だくになりそうだけど、あ、めっちゃ広いって気をつけよう。9月に野外フェス行く。まだ暑そうだから頑張るよ。だって、あ、いいの、野外フェス。フェスティバル、年を取ると年々大変になっていきます。キッカフェス主催しようって。あ、キッカがフェスを主催しよう。やりましたね、前。なんか、半日フェスみたいな。キッカフェスっていうの。私のやつで、いろんなね、演者さんが出てくださって、私も全曲自分のナンバーを歌うっていう、半日フェスかな。で、皆さんずっと座りっぱなしで大変だったっていう、フェスだったんですけど。フェスってか、会場普通の室内の。キッカフェス再開お願いします。ね、やりたいですね。楽しみです。さあ、というわけで、今月はたくさん遊んでくださいということなので、思う存分遊びたいと思います。さあ、ギフト、プラントさん、プラネットさん、コッシーさん、沼千代さん、ハピニさん、アポリネリアとピータのファンさん、ターボーさん、お茶部さん、コッシーさん、ナベさん、ロンゲさん、ミミハオさん、ジュリーさん、JSM さん、アカシのポチさん、元気さん、いただいてます。ギフトありがとうございます。今年は花火大会に行きたい。ああ行きたい。行きたい。花火大会とか久しく行ってないです。私の憧れは浴衣を着て花火大会に行ったことがないので、行きたいってお友達と言ってます。なんか浴衣を着て行くって絶対途中ではもうめっちゃ脱ぎたいとなると思うんだけど、ね、写真撮るっていう目的とかあれば全然行きたいよね。盆踊り行きたい。だお祭りがしたい。わかる。長岡花火が復活なんだよな、今年。長岡ってどこ？長野？キッカちゃん、何色の浴衣着たいのって。何色だろう。すごい難しい。でもあれの色は持ってんの。告別式じゃなくて、成人式か。成人式のやつで着るやつ。出前じゃなくて、なんだっけ、全然言葉出てこない人と喋ってないから。そう。成人式のやつは赤です。はい。でももう、大人になってきたので、ちょっとなんか落ち着いた紫とか着てみたいな。あ、振袖です。振袖。そう。振袖は、振袖なんかそんなもんかな。振袖かな。ちゃんとしたやつ。買ってもらったんですけど。親ね。
成人式ついこの間なのことなのに覚えてないですね。え、ついこの間でもないけどね。でも紫とか着てみたいかも。今月のラッキーカラーは赤だったよ。え、じゃあ赤にしよう。そうしよう。告別式じゃないね。そう、成人式です。そう。10年前だ。参加できなかったから前撮りしたんですけど。懐かしい。さあ、続いて、ジュリーさん、キッカさん、こんばんは。ジュリーです。本人です。キッカさんのツイッターで、渋谷とお台場の間をドライブしたとのことですが、すごいです。私なんかおっかなくて、東京の道路なんか運転できません。さて、画像を見るに、キッカさんが運転した車は、テスラ社のモデル S か X のようですが、乗り心地や運転支援システムなどはいかがだったでしょうか。特に、スタートの加速は、フェラーリやランボルギーニといったスーパーカーを上回るものがあるだけに、自動車学校で乗っていた頃とはまた違ったものがあったのではないでしょうか。私も以前テスラのショールームで乗ったことがあります。今までの車とは全く違う運転席周りにびっくりしました。キッカワさん、テスラの車買っちゃいましょうと言いたいところですが、値段的に結構するので、スズキのワゴン R かワゴン R スマイルをおすすめします。そう、私運転してるんです。最近ツイッターにも上げたんですけど、私運転してんの。もう今までも運転、今さ、この見てる人の中で運転してる人がいればさ、え、だから何って思うかもしれないけど、私にとってはすごいことなの。まだね、取って半年も経ってないですけど、やっとのことで取れて、でやっとのことで取れて、一番初めに親を乗せて茨城の道を走ったんですけど、親に冗談まがいで、あなた、返納しなさいって言われるぐらい、あんまり運転ができなかったの。久しぶりの運転。とって初めての運転が。もうストレートゾーンで、ヒーヒー言ってたので。で、ああ、やっぱり私は乗るだけの女でいいやと思ってたんですけど、この間、お友達、お知り合いの方に言われるがまま、ちょっと運転した方がいいと。ペーパーになっちゃうからっていうことで、乗させていただいたのが、運よく、その何の機種かわかんないですけども、でも自動運転みたいな車乗させて、すごいいい車だと思うんですけど、乗させていただいて、で、練習をさせていただいたんですけど、すごく良かった。私もこれ欲しいなって思ったぐらい。初心者が都内の運転すごいよって、すごいでしょ、わかるよ。私もさ、なんかバカだからさ、その東京の道とかを知らないでさ、運転することに必死なわけよ、毎回毎回。で、ずっと運転してた時に、高速があんまり苦手で、乗ったことあんまりなくて、で、苦手で東京の都内の高速は絶対無理だと思ったんですけど、この間、茨城の方で高速、言われるがままに運転してたら高速に乗っちゃったみたいな感じでした。でも茨城の道だったんで全然人はいなかった、車も全くない状態で無人の高速みたいなところ走ってみたんですけど、乗れたの。すごいヒーヒー言いました、自分でもびっくりするぐらい。茨城の方が高速はそうだけど、え、全然いなかった。合流が怖いんだよね、高速ってね。合流も全然です。でも東京で高速乗れるかって言われたら乗れないかも、怖くて。もう成長してます。もう本当に嬉しい。いやー、でも楽しいですね、運転ができるようになれば。でもどんどんね、自分で車持つってことはまだ想像ができないので、そんな東京で乗り回すタイプじゃないし、頑張ります。でも楽しい、今だから楽しい時期です。やっと乗れるようになって、はい、安全運転で、分かるよ、もちろん。円安で会社はとっても高いんだろうな。
茨城はやはり軽トラが似合いそうだって。大きい買い物するときは車いいよだって。楽しみ。ちょ、買うときは絶対配信しながら買うんだ。さあ、続いてしげおさんから、きっかちゃんお元気ですか？きっかちゃんは最近ハマってるコンビニスイーツはありますか？僕はカルビーから発売されているプロ野球チップスにドハマりしています。ポテトチップスのおまけとしてプロ野球選手のカードが2枚ついていて、袋を開けるまで中身がわからないのでどんな選手が出てくるのかワクワクしています。新庄ビッグボスのカードが出てきたときは心が舞い踊りました。アイドルさんとお菓子メーカーがコラボしてアイドルさんのカードとか出してくれたらいいのになと思います。確かに面白そう。美味しいお菓子を食べながらどんなアイドルさんのカードが出てくるかワクワクしながら袋を開けるってきっと楽しいです。僕ならキッカちゃんのカードをお目当てにたくさん大人買いしてしまうでしょう、ということで。あ、わかる、この感覚。あ、でもキッカ最近コンビニスイーツハマってますか？何かありますかって。コンビニスイーツ、コンビニに行くことが最近ないかもしれないです。だからちょっとあんまりわからない。でもこのしげおさんという方はカルビーから発売されているプロ野球チップスにドハマり中ということで、これ昔からあるよね、この野球なのかわかんないけど、こういうチップスのさ、やつ。あ、そうだよね、プロ野球チップス、父親野球好きなのでよく小さい時買ってたって。あるよね。ライダースナック、なんだろう、ライダースナックってなんだろう。コンビニでもカヌレ売っててびっくりした。だから最近のコンビニってすごいんだよ。一番の最先端なんじゃない、結構新しいもの。モーニング娘。とポッキーのコラボめっちゃ集めてた。わ、なんか私なんかそれ買った覚えあるかも。あ、昔は仮面ライダーのスナックとかあったんだって。昔からあるんだ。グループとかだったらね、いいかもね。こういうグループアイドルとかグループの人たちのやつとコラボだったら。そのポッキーとモーニング娘。のやつはどんなやつだったっけ、忘れちゃった。何か当たるっけ、シールついてるやつ。あ、ポッキー買って何かの CD が当たった。あ、だから CD が当たるやつか。へぇー。だから昔ってそういうの好きだよね。なんかその、何が当たるかわからない。でもみんなって人間の心理的にそういうの好きじゃない？ファンの人とかもさ、なんかそういうの好きじゃない？あ、ステッカーが入ってたんだって、ポッキーとモーニング娘。うわ、こういうの楽しいよね。でも最近ハマってるコンビニスイーツは、ね、ないです。はい。反動で大人買いして箱で買ってしまう。あー、いるよね、そういう人。大体の大人そうなのかな。びっくりマンチョコ。うちの兄もすごい好きだった。びっくりマンチョコ。で、その、私は全然びっくりマンチョコとかのさ、Cカードとかあんまり集めてるタイプではなかったからいいんだけどさ。その、多分お兄ちゃんは、お兄ちゃんって今言ったら、すごい殴られるんですけど、気持ち悪いって言いながら。兄は、そのカードを集めるのが好きだった。で、私はカードに興味ないけど、その、びっくりマンチョコの、スナックを食べるのが好きだったの。だから、毎回もらってました。スナックだけ。ビックリマンチョコね、ビックリマンシールね、懐かしい。今考えてたらなんであんな集めてたんだろうって。まあそういうもんだよね。懐かしい。ね。ウェハースのチョコね、そう。
さあ続いてピロリンさんから、キカちゃんこんばんは。会社の車など自分のもの以外の車を運転していて、ガソリンを給油しようと思いガソリンスタンドに入った時、あれガソリン給油口は右側だっけ左側だっけとか思ったことありません？ガソリン給油口って車によって左側にあったり右側にあったりです。でもそんな時運転席にいながらどちら側にあるのか分かる方法ってご存知でしょうか？え、知らない。ガソリンの入れ方も知らないもん。 E とF が書いてある燃料系があります。目の前のやつかな。そこに給油機のアイコンが書いてあります。はい。そのアイコンの横に三角の矢印マークがついていて、そこのマークの矢印はある方に給油口があります。免許を取って車に乗る機会があったら、キッカちゃんご存知でしたか、ということで。知らないです、こんなの。あるあるなのこれ。左がデフォかと思ってたね。左にあることが確かなのかな。あんまわかんない。なんか考えたことない。ではその給油のマークがあるところに矢印があった方に口があるんだって。あ、知ってるだって。だいたい左みたい。あ、だいたい左なんだって。古い車はそのマークはないんだって。キッカセルフのガソリン入れられるのって。そのガソリン入れる問題とかちょっとまだ私には早い。でもよく私のよくってか、まあ、うちの親とかはあのセルフのガソリンスタンドは嫌だって言ってました。でその意味が分かんなくて、そのめんどくさいから嫌なのか、燃料な引火しちゃったら嫌なのかとか、なんかいろいろあると思うんですけど、なんで嫌なんだろうってずっと思って出たんですよ。でも多分セルフで入れる人多分苦手な人多いんじゃないかな。ガソリン入れたことないですよそんな。あ、でもセルフしか使わないな、だって。そう、だからうちの親はセルフのガソリンスタンドはなんかあんま嫌みたいです。操作とかがめんどくさいのかな、難しいのかな。あ、でも最近セルフばっかりなんだって。へえ。いやでもそういうのもどんどんやっていかないといけないんだよね。 ETC とかさ、へえ。まあなんか山積みじゃん、運転する時の課題がいっぱいあって、大変。さあ、ギフト、アプリのりだと、ピートのファンさん、ユーフレカコカリさん、ユイカさん、いただいてます。ギフトありがとうございます。さあ、続いて、こちらちょっと長くなります。アキラックスさん。唐突ですが、釣り YouTuber のマルコスさんという女性をご存知でしょうか？え、知ってます。ブラックバスやる女性ですね。YouTuber のマルコスさん。私、すごい知ってます。先日、そのマルコスさんが書いた、実録、世界を釣る女という本を読んだのですが、釣り YouTuber になるまでの経歴が面白かったので紹介いたします。ということで。ちょっとずらーっと来てるんですけど、はしょりながらって言ったら失礼ですけど、高校卒業後、アパレル会社で働いていました。その会社が業績不振により傾き、社長がバンドで会社を立て直すと言い出し、コンエルというバンドを形成し、マルコスさんはバンドのボーカルとなりました。ライブを行っても最初はなかなか人も集まらず、苦労したそうですが、SNS や配信を通じ、結成から3年後には500人規模のライブハウスを満員にするまでの人気バンドとなった。そうなんだ。しかし、急激なバンドの人気上昇にマルコさんはメンタルがついていけず病んでしまい、バンドも会社も辞めてしまいます。そんなマルコさんが引きこもり中に気分転換で始めたのが、近所でブラックバスを釣ること。その後、全国47都道府県でバスフィッシングしながら YouTube やツイキャスを配信を行い、マレーシアを皮切りにアメリカ、タイ、台湾、ネパール、ブラジル、カナダ、メキシコと海外では海魚、巨大魚に挑んで釣り上げています。コロナ禍になってからは
車に寝泊まりしながら日本全国で釣りをして、今や彼女のマルコス釣り名人への道チャンネル登録者数は60万人に迫る勢いです。バンドのボーカルで釣り人というと、すぐに元ラベンダーの岡丸さん、私と同じ事務所の方ですね、思い出しましたが、吉川さんも以前釣りをしながら配信したいとおっしゃってました。車で寝取り回りをしながらはさすがにハードル高いと思いますが、マルコスさんの動画は配信のヒントになるかもしれません。え、知ってます？私もこの方は YouTube で、ちょっとギャルっぽい感じの見た目の方なんですけど、めちゃくちゃ釣り、大物の釣りとかもすごいする方ですよね。1個上だ。91年。でもすごい経歴。アパレル会社で働いて、その会社がバンドをやりましょうって話でバンドをやって、人気バンドになって、でも辞めて釣り人になったっていう。そう、女の人なの。めっちゃおっぱいでかい人ですよ。めっちゃでかいっていうか、ちっちゃくない。ギャルって感じ。なんかよくわかってないですけど、私も。そんなに。すごい。60万人なんてよ。すごいですね。ですって、キッカさんも配信してみたらって言ってるんですけどね、車も運転できるようになったし、ちょっとどっかね、配信しながらは絶対やりたいなとは思ってるんですけども、あ、海もやるんだこの方。すごいね。そんな感じです。ありがとうございます。皆さんお便り、今月は7月末めちゃくちゃ遊べっていうことなので、今ね、熱中症とか暑すぎて、ね、倒れてる方も結構多いみたいなので、皆さん気をつけてください。最近知ってます？私もお試しでこういうの買ってみようかなと思うんですけど、クールネックみたいな、なんか首輪みたいなの、知ってる？あのね、クールネックみたいな。あれ、なんて言うんだっけな。なんかアイスの棒みたいなの、こういう、視力診断とかで出てくるあの C のマークあるじゃないですか。なんかあんな感じのやつ。冷やすやつ。そう、保たれるやつなんですよね。知ってる？なんか最近流行ってるよね。温度がね、保たれるの。ペット用とかもあるみたいなんだけど、人間用とかもある。あ、アイスリングって言うんだ。私あれちょっと買いたい。あれどういう原理なんだろう、私もわかんないです。アイスリングって言うんだって。なんかそれ流行ってるよね。ツイッターの広告に出るだって。そう、首にかけるやつ、こうやって。それ買おうかな。いろんなの出るからすごいよね、日本って。日本に限らずだけど。あ、今日もヒルナンデスでやってたようだって。あ、じゃあめちゃくちゃいいんだ。通販ではアイスリングって名称で売ってるだって。熱交換なのかな？エアコンと同じで熱交換でしょうな、だって。さあ、アスカさん、うまい、ありがとうございます。最近現場の職人みんなクールジャケット着てる。あ、知ってるよ、私ももらったよ、クールジャケット、扇風機のやつね。今日も道歩いてたら、お外でお仕事されてる方が、なんか体からすごい扇風機の音出てるなと思ったら、それでした。ね、本当に暑いので皆さん気をつけてください。熱中症とかには。さあ、そろそろ、じゃあお時間なのでお別れしたいんですけど、先に、いつもチャーミングキャラリクエストって言って、皆さんからいただいたお題にイラストで描くっていうチャーキャラがあるんですけど、明石のポチさんから本日7月11日は真珠記念日、1893年のこの日、三重県の
初めて真珠の養殖に成功した。養殖場を始めてから3年目で、半円形ながら5粒の養殖真珠が収穫され、円形の真珠は1906年に完成したのことのです。そこで今日ゆうちゃんに書いてほしいチャーミングキャラリクエストは、真珠の神様をぜひとも書いてください。え、真珠ってすごいよね。よくわかんないけど、あ、お葬式とかにつけるやつだよね、真珠って。あれ一個一個さあ、ハマグリとかだっけ、真珠って取れるやつ。なんだっけ、真珠が取れる貝。あれ真珠が取れる貝何？あ、真珠貝っての？アコヤ貝。アコヤ貝だって。真珠貝、アコヤ貝ってのかな？いいなぁ。かき集めてこようかな、私も。気持ちいいだろうね、それ取るとき。多分好きだったの、私、ああいうの取る仕事を。あったら、私多分すごい好きなタイプだと思います。というわけで、真珠の神様です。全然。アコヤ貝だって。それ取る仕事あったら紹介してください。私、延々とできるかもしれない。さあ、というわけで皆さんお便りありがとうございました。全部読めたかな？さあ、みんなありがとう。遅くまで。ちょっと久しぶりの配信になってしまったんですけど、また配信するとき、お知らせいたします。ギフト追加でアプリネルとピートのファンさん、田中さんいただいてます。ありがとうございます。さあ、本当に暑い日が続くのでって言いながら、明日ぐらいからちょっと戻り梅雨でしたっけ？戻り梅雨で雨っぽいんですよね。東京は。恵みの雨が降ってきますが、ちょっと天気ぐずつきそうです。ちょっと気をつけてください。さあ、みんなありがとうございます。ギフトくださった皆さんもありがとうございました。さあ、ギフトを追加でタナさんいただいてます。ありがとうございます。久しぶりの顔見れて嬉しかったです。おやすみなさい。ありがとうございます。元気でやってるんで、ちゃんとツイッターも更新するから、インスタも。大丈夫だよ、みんな。頑張る。更新するように。さ、おやすみなさい。みんなありがとう。久々配信でした。お元気で。ありがとう。切ります。更新しろよってね。はい、更新します。さよなら。あー、ギフトアプリナイトピートファン、ありがとうございます。おやすみ。